はい、おはようございますえー。今日でえー、あ今日でじゃないな。今日は4月の。えー、7日ですね。木曜日です。刺し子ちゃんです。始めたいと思いますえー。今日は4月の7日で。えー、っと3日目ですね。3日目になります。よしょ3ですね。はい。 ね、昨日ちょっとお休みしまして今日は4月の4月の3日あ違う、4月の7日の3日目ってことですねで昨日はここお休みしました予告ど予告通りっていうのも変ですけど予定通りお休みするとお伝えしてたとりお休みしましたさしこうちゃんです始めたいと思います積み木3日目ですよろしくお願いします よしえっと前回はですね何だったっけな前回はえー、っと何でしたっけ <laughs> あそうだそうだこのちょっと後半ねちょっとダラダラというかダラダラというかまあこの,、ね、このちょっとまああれから触ってないんですけどやっぱこう閉まってる感があるありますね。 ちょっとここをね糸の締まりをなんかねなくすようにってやってたんですよね一生懸命こっちはなんかそうでもないんだけどなこっち締まりがあるなちょっと気をつけて刺してみようかね見た目にはかりもあこっちもあるかしわってなっ,ってるかよしじゃあいきます <laughs> もう全然進まなくなるのででもう一辺ですねもう一辺というか まだ一遍しか塗ってないので今日からまた刺しますえー、っとここからですねでえー、っと今日は布店営業日です今日7日か明日8日木金と営業日となってますで次の90がまた、えー、っと週末お休みになりますね4月はちょっと週末の営業日が。 少ないんですけど、まあ、あの旅行店とかやってたので3月とか2月から3月はですねで、まあ、4月っていう季節柄、まあ、ちょっと子供たちの環境の変化とかもあるのでもうちょっとこうできるだけ週末はね休んでゆっくりっていうかリフレッシュさせてあげたいとかっていう意味合いもあったりして。 お休みをちょっと多めにしてますね、週末営業をね。平日は通常通りというかやる、やるので、今日明日時間は10時半から、えー、っと15時ですね、お昼の3時までとなっております。よろしくお願いします。えー、っと、じゃあ、ちょっとさしていきますね。あと、コメントもね、いただいて、おと日 前回の動画だからおとといの夜にいただいたりとかして昨日もちょっといろいろあったんですけどちょっとまずコメントをご紹介しますねえっとまずアルチさんアルチさんありがとうございますえっとこんにちはって来てますねこんにちはこんにちはえっと色をやっと決めました私も火星糸なのでまださせず糸巻きしてますとりあえず日本やりますって来ていただきましたアルチさんありがとうございます 返信は、えっ、ー、と、アルチさんもだけど、この後紹介する皆さんも、昨日の夜に返信を先に書かせていただいたんで、また読まれてない方というか、コメントいただいた方ですね。また読んでみてくださいね。返信してますもん、昨日の夜ね。で、アルチさんがまださせてないっていうことですね。で、火星とですね、火星と一緒ですね。 <laughs> 糸巻き糸巻きがね地味に時間かかるんですよねまあでもね大事ですよね糸巻きもしっかり巻いてありさんにコメント書いたんですけどねあのゆっくりでいいですよって <laughs> ゆっくりでいいですよっていうかまあもうすぐ僕を刺し始めたらもう僕追いついちゃうんでもうゆっくりと巻いてくださいねとあと糸が何色かな糸が気になりますねっていうのをね 変身したんですよね,ねまた知る,知る、ね、どっかで春地さんはえっ、ー、とインスタグラムで僕知ってるのかなアカウントだから春地さんの投稿ちょっとあんまり気にしすぎてね見,見ないのを楽しみにしてもいいしまあちょっとどうしようかなと思って <laughs> あんまり積極的に見てね色をまあいいんですけどね知って。 知りたくないわけでもないしもう僕もある程度決めてるからえっともうこれみ、ね、で降りたあと一本は秘密ですなので、まあ、なんかこう自然の流れで知れればいいかなと思ってます。<laughs> も,うもちろんこうコメントに書いてくださればもうそれ読むので知るし知るっていうか知ることになるし、うん、え楽しみですねルチさんね。 糸巻きしっかり巻いてくださいね <laughs> 僕まだ巻いてないんですよね巻かなきゃいけないんだけどちょっとまだ時間がそこまでその時間が取れないっていうここをここ刺す時になるのかなこうやってんだけどなでなりますよねいいかな有吉さんありがとうございました自然の流れで 知れるととといいかなと思っってます。えっと、次が、えっと、コメントが、えー、佐藤さんですね。佐藤さん、ありがとうございます。佐藤さん、短くいただきました。明日は休みですね。了解ですって、来て、もう、お休み、お休みっていうのは差し込むし、前回ね、あの、差し込んできない、次、昨日の話、昨日できない、なんて言ったらいいんだろう。前回の動画で、 火曜曜日日だったんでですすけど水曜日ですね昨日はちょっとできないんですっていうのを後半に言ったんですけどそれに対してのコメントですね佐藤さんねありがとうございます了解ですお休みですねって聞いてますねはいすいませんもう昨日できなかったんですよどうしてもで今日今やってるのでまた今日の動画見ていただければなと思いますでさっきのなんか自然の流れで 知れたらいいっていうアルチさんの時にちょっとお話ししたんですけど佐藤さんのねあのツイッターをね本当に自然の流れでね <laughs> 知ったんですよね昨日昨日なんか佐さんと佐藤さんがやり取りされてるのに僕のツイッターのアカウントがなメンションって言うんですかメンションで付けられてたからね自然の流れでね佐藤さんの ツイッターを知ることがができました <laughs> ありそう佐藤さんねあのコメントいっぱいくださるんですけどね接点がその他の SNS 等での接点が何もなくて佐藤さんが指したやつとかをまあどっかのタイミングで知,る知ればいいかなと思ったんですけどそれが昨日でしたね思わぬ。 なんか何だったっけな?「指子ちゃんチームしこちゃんの佐藤です」っていうねな <laughs> んだかよくわかんないけども所属名みたいになってるんですよね。C「チームしこちゃん所属の佐藤です」みたいななんか書き方してたんですよね。ちょっと面白かったですね。なんかいつの間にかチームチームが発足されて、まあ、今回この積み木のね チーム積み木なら分かるけどチーム刺し子ちゃんになってますからね <laughs> ちょっともう枠がチームの枠が大きめになってますよね一応今回あの積み木をみんなで誘うよっていう流れになってるからチーム積み木でもいいんですけどねなんかそうだなよく考えるとチーム刺し子ちゃんってだだ誰かが言い出したんだよなそうさこさんか誰かが言い出したんだよなで昨日はその佐藤さんが しこちむさしこちゃんの佐藤ですってなんかさっき一さんにコメントされててそれで知り,知りましたねで発見しましたって僕もコメントをちょっと割り込んで返信した返信っていうかメッセージを送らせてもらったんですけどありがとうございます佐藤さん今日やってますよ今週は明日もまあお仕事バタバタなければ明日もできると思ってるんですけど 週末がやっぱちょっとできないかなっていうね。週末はやっぱ子供たちがいるので。ちょっとここ短いな。な週末がちょっとできないかなって思ってます。まあのんびり。まあ、早朝するかもしれないですね。まあ、これもわかんないです。かもしれないっていう言い方になっちゃうんですけど、しないかもしれないし。 するかもしれないし、ちょっとなんかうまくさせない。早朝はね、いいんですけど、さしこするのは声ガラガラなんですよね。今以上に。<laughs> 今もまあ、ガラガラとは言わないけど、そんなにこうクリアーな声ではないと自分で思ってるんですけどね。早朝はもっとガラガラ。知ってる方はご存知の方はご存知。 するかもしれないですね。しないかもしれない。<laughs> 佐藤さんありがとうございます。休ませていただきました。昨日はねえっと、次が礼子さん、玲子さんに頂き、玲子さんからいただきました。れいこさんありがとうございます。えっとれいこさんからはこんばんは。といただきてます。こんばんは。えっと細部のこだわりすごい。ああ、これそう。細部のね。前回のやつですね。私にはそういうことが欠けているな。な 見ならわなくちゃ。かっこほらきたムサ。チームサシコちゃんのメンバーがたくさん集まり楽しそうですねっていただきましたね。私も積み木を刺したいと思いましたが、一目指しはまだ糸の引き具合が、ああそう、これね難しいね。平らにできず、たるんだり、釣れたりしてしまいます。積み木は人目が長い部分があるので、 こうかな。ここのことかなあるので。まだ私には無理と断念しました。あ、しこちゃんの動画を参考にして、いずれ挑戦したいと思います。皆さん頑張って,っていただきました。ありがとうございます。れいこさんね、チームさしましたん、ね、で。<laughs> こだわりはそた,また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 まっていうか。まあの前回の動画の流れでね。太そう思ったんですよ。ね。だから2日かけてし。 たんですよね一辺最初の一辺をで1日目は何も思ってな何にも感じなかったんですけど2日目の一編が差し終わる頃に、うん、なんかなんかもっと綺麗にさせないかなとかって思い出したらあんなことにっていうかね何を見さされてるんだ動画になっちゃったんですよね。さとさんなかった玲子さん 僕はもう何度か玲子さんの話してるんですけど上手なんですけどねまあでも断念自分の中でのこう、ね、コメントも書いたんで課題があってなんかそこがまだまだかなっていうのが自分自身でこう思ってらっしゃるんですよね全然こう一緒に刺さなくても全然大丈夫ですよ見てくださってコメントくださってる ね、ことが本当にありがたいのでもう本当にいこさんおっしゃるようにいつか刺す時の時のために今この動画を見てくだされば嬉しいですありがとうございます玲子さんもチーム指し子ちゃんって普通に <laughs> コメントに書いてますね浸透しているのがちょっと面白いですよねありがとうございます猫さん コメントもコメントでもほんと十分です。嬉しいです。じゃあ次ですね。で、次がね、初めてコメントいただいた,いた,だいたんですよね。ありがとうございます。四つ葉さん。四つ葉って書いてますね。四つ葉さんですね。初めてコメントさせていただきます。少し前に偶然こちらのチャンネルに出会い、私も刺し子初心者なので楽しく拝見してます。あ,ありがとうございます。四つ葉さん、初心者なんですね。 一緒ですね。で差し子ちゃんの丁寧に丁寧に差し子を進める様子に大雑把な私は反省ばかりですが少しずつ差し子付近を作りたいと思います。これからも店主さんとの掛け合いも楽しみにしてますっていう風にいただきました。ありがとうございますつばさん。で、ね、なんか偶然ね偶然の出会いが嬉しいって僕コメント書いたんですけど。 ある,あるんですよねねやっぱ、ね、偶然少しずつ見てくださる感じなので嬉しいですねありがとうございますで初心者っていうことですよね僕も初心者ですありがとうございます <laughs> ありがとうございますってこともないか僕も初心者なんですよねえー、っとで大雑把な私は反省ばかりまああの僕も 大雑把というかね最初もう全然分かんなかったですよ。分動つなぎの動画を見ていただくと分かるけども店主にあれやこれやと言われながらもねでなんとなくこうできるちょっとずつできるようになってきたって感じで、まあ、そこからこうなんとなく、まあ、自分のこうやり方というかねで指してるっていう。 でですす感じねだからまあ全然全然ご自身ねご自身の性格はご自身が一番分かってると思うから、まあ、それに合わせながらゆっくりさせていけたらいいんじゃないかなって思います。ねえ佐付近ねいいですね。で店主さん店主ね最近店主が出てこないんですけどね今日も仕,仕事というか営業日なので。 店主また出てきた出てきたら掛け合いというかね僕もあの店主にいろいろ聞きたいことをねあるんですけどあのそれこそ糸の糸じゃなかった針の長さの話とかねしたいこといろいろあるんだけどこうちょっと貯めてますで普段だんの時にはね話ししないようにしてますそこで解決しちゃうと面白くないのでできたらこの動画を撮る時に なんていうのかな生,生のリアクションっていうのは、まあ、生じゃないから生のリアクションじゃないんですけどその時に店主が何てリアクションするかを僕は楽しみにしながらその時が来るのを待ってるんですよねちょっとまだタイミング合わなくてお仕事お店じゃない時もね、まあ、お仕事家でお仕事するタイミングとかもあるんだけどちょっと出かけたりもあるしちょっとバタバタも。 重なってるんですよね、店主とね来週はどうかな落ち着くかな来週出てくるといいですね今週はもう、たぶ明日も営業日なので出てこない <laughs> 出てこないというかこのさしこちゃんのチャンネルにはですねで、週末はあれでしょなんだっけお休,みでお休みで子供たちがいるから なんか、の天のインスタグラム見てたら、もう刺してるの出してるから、あれも動画撮りたいんですけどね。見られてますかね、皆さんね。の天のインスタグラム見たら、店主の刺し子ちゃんで撮ってないやつとかがね、もう店主が刺してるやつがいくつか出てるんですよね。もしあの、まあ本当少ないと思うんですけど、こっちの刺し子ちゃんしか知らないって方がいらっしゃったら、お前のの天っていうお店をやって、 やってるので店主店主ってまあ奥さん,なんですけど妻はですね見てくださると嬉しいですそのためにやってるっていうのが目的であるのでお店のこと知ってもらいたいとか、まあ、差し子をする人を広めたいとか増やしたいですね広めたい増やしたいでまあ巡り巡ってお前の店のこと知ってもらってっていうような目的がね あるのでさしこちゃんはですねあ、そうだすいません、ちょっと話が天使の話になったけど、四葉さんですね四葉さんありがとうございます初めてのコメントが本当嬉しいですねありがとうございますこうえー、っと少し前に偶然こちらのチャンネルに出会いだからありがとうございます、コメント嬉しいです一回していただくとね、多分コメントできしやすくなると思うので また次回何かこう気になることがあったらコメントください。よろしくお願いします。以上ですかね。えっ、ー、と以上なんですけど、コメントはないんですけど、昨日ちょっとここからまた別の話というかまあ、コメントにもつながる話なんですけど、昨日インスタグラムだったかな。昨日本当にもうこう携帯自体もそんなにこう見てない時間の方が長くて。 から SNS とかもほとんど見てなかったんですけど昨日戻ってきて夜に見たらなんかこう結構フォローをインスタグラム僕のインスタグラムのフォローしてくださる方が何人かいらっしゃってその方はもっとありがとうございますでフォローさせ後でさせていただいたんですけどなんか そのもともと多分元となっているのがゆうの手仕事さんってこの今つみ木さんも一緒にさせていただいているゆうの手仕事さんインスタグラムですねがねあの紹介してくださったっぽくてでそこから多分フォローしてくださる方が何名かいらっしゃったんですよね多分そこそこきっかけかなと思ってで それ本当まず、ゆうの手仕事さんにありがとうございますっていうのと、あとこう、投稿を読んでたら、なんかあの、さきさんから知ったっていうねここでまたさきさんが出てくるんですけど、さ、ね、きさん経由で知ってくださってるんですよね、たぶん、ゆうの手仕事さんがね、僕、僕というか、その、さしこちゃんのことだから、本当咲さきさんにもありがとうございますっていうので、 それもあるんですけど、あとなんかこう積み木一緒に刺してくださってる。なんて仕事さんは、さきさんの染められた糸を使ってらっしゃるっぽいんですよね。<laughs> すごいですよね。もうなんか。もう交流が、こう、交流っていうのかな、もう。まあ、ささんのあの糸はこう。前もローランさんのでね、なんか。ローランさんの YouTube 見てたら、もう大量の <laughs>。大量のさきさん糸が出てきて。 なんかローランさんのテンションが上がってたやつを見たことがあるんですけどだからゆうの手仕事さんもザキさんの糸でこの今積み木を刺されてるっていうのを知ってでなおかつゆうの手仕事さんもこの幸子ちゃんを紹介してくださっててだから本当にもうありがとうそしてそしてありがとうみたいな <laughs> ありがとうそしてありがとうさらにありがとうみたいなもう。 ありがとうの気持ちがいっぱいでしたね、昨日はもう、ね。で、ゆうの手仕事さんにもお礼というかね、コメントさせていただいたんですけど、なんか、だから、ゆうの手仕事さん経由で見てくださってる方だったり、昨日僕のアカウントフォローしてくださったりして、僕はほら、直接、まあそのフォローは、 したんですけど、直接こうやり取りがないとなかなかこう。僕もなかなかコメントしいきなりねしづらいので。もうほんこの場を借りてありがとうございますと。もう言わなきゃなと思ってたんですよね。昨日の夜ありがとうございます。もしコメントいただけたらね。またその方。方々も知る機会になるので、今回の四つ葉さんみたいに。 初めてっていうの嬉しいのでもしよければ勇気を出して勇 <laughs> 気を出してコメントしてくださると嬉しいですよろしくお願いしますであとゆうの手仕事さんとさきいさんもありがとうございましたもうともねさきいさんがね広報してくださるその広報の何て言うのかな広報 の輪がね広がってるっていうかね湯野手仕事さんにもしていただいて本当ありがとうございますさし,したね今何分ですかね今十三分ですねいいですねここやっぱりれってなりますよねこうなっちゃうのかなぁあとはなんかさっきの話に繋がるあれじゃないけどこう 紹介してくださってるやつとかで見てるとこうやっぱこうながら,ら仕事ながら仕事っていうかながら作業で聞いてくださったりっていう方とかがなんか最近増えてるような気がしててあとコメントくださる方とかでもこう最初から最初の方から見てくださってる方とかなんかそういうのを最近目にすることが多い気がして。 本当に嬉ししいいなと思いましたねこの今の積み木から見てくださる方ももちろんいらっしゃると思うんですけどこう作業自分の差し子時間のながら作業の BGM で聴いてくださってる人とかがなんかいるのを耳にするというか目にするというか。 本当そこも目的だったりしてたので本当とそういう方が増えるのが嬉しいなと思いますねありがとうございます最初のね動画はまだなかなかこう聞くに耐えないところもあるかもしれないけど最近はこうやってこう喋りながらだいぶさせるようになったのでまあゆっくりゆっくりですけどね よしそしたねいけるんじゃないこれもい,いきますか2周目2周目じゃなかったら2編目もうちょっと誘そうかあとはそうですねもうだからコメント紹介は以上ですねありがとうございますえー、っと最近の話をなんかしようかな 最近の話最近はまあ最近はというのもあれですけどもう今4月も入って今日で7日目ですけどもうちょっとずつね桜も散りまあこっち宮崎はですけどね散りぎり散りぎみというかまだ咲いてますけど少しずつ葉桜になりつつあるっていう感じですよねまだかな今お住まいの方は 満開って方もいらっしゃるだろうしこれからっていうねっ春地さんとか佐藤さんまだまだこれからですよね4月の中旬とか後半っておっしゃってましたもんねこっちはもうすぐもうすぐともうそろそろもう見頃も過ぎてっていう感じですねあとは多分昨日ぐらいからかな 小学校が始まったんじゃないかな。うちの近所は。今朝もランドセルとかで、投稿する。ね、姿を見たので。子供たちもね、なんかこう、やっぱ新しい環境になって。ちょっとずつ気持ちが入れ替わってきてる感じですかね。あの、こう、やっぱこう、三月後半とか。出会い。 出会いと別やっぱ友達もみんながみんな同じ小学校に行くわけでもないしね進級する子らもみんながみんな同じタイミングでやっぱ引っ越しする方とかもいるしでもやっぱ子供たちを見てるとなんかそこまでそういうことはやっぱまだあんまり分かってないというかね一生。 つい最近まで一緒に遊んでいた友達がもう春からは一緒じゃないとかあってまあ悲しい気持ちもあるんだけどまだその本当に悲しい気持ちが多分悲しいんだけどこうねそこまで感じてないっていうかそれよりも楽しいことの方に感じてるって気がするんですよね。どっちかっていうと親の親の方がね あ先生とかが変わったり先生がね辞めちゃうとかやめ,めちゃうんじゃないな先生がこう転,転勤っていうのかな移っちゃうとかいなくなっちゃうとかっていうのは親,と親の方がこう悲しいし子供ね仲の良かった友達とかがちょっと引っ越しするっていうのを聞くと。 子供たち以上に親の方がこうしんみりてえな <laughs> そんな気持ちになりますよね。ね自分もどうだ自分も小さい頃どうだったのかなとか思いながらなんかほんとこう自分の自分たちの頃はどうだったのかなっていうのを子供を通してこう思い出しますよね。多分そんなに深い深くは考えてな,いなかったまだね。 まだ小学校上がる前ぐらいのぐらいの時期って何にもそんなこと考えてなかったんだろうなとか思いながら悲しいなとか思いながらね思ってます最近はあと春その気持ち的な話で言うとこう春もう本当だもう本当にすごく昔に あの松たか子さんが出てる「四月物語」っていう映画ご存知ですか知らないですよね。知ってるかな知ってますかねもうね松さんがもうか結構若い時の映画岩井,岩井俊二監督の作品なんですけどあれを。 結構昔20代ぐらいの頃かな見てなんかその映画館で見たとかそういうことじゃないんですけどね登場ビデオだったのかな DVD だったのかなちょっと覚えてないけどあれがなんかこう4月になるとあー見たなーとかっていう思いがね思い出すんですね、まあ、毎年ではないけどこうたまにそれこそここ何日かああそういえばあれ見たなーとかって思って。 あの作品がねなんかこう4月のなん,かなんかいい感情というかね素敵な感情を表した作品だなと思ってちょっともう僕もそんなやつだったかはね細かくは覚えてないんですけどなんかパッて終わるんですよねパッて終わるというかあっという間にあ終わっちゃったみたいな感じでなんか余韻が。 すごく残るような感じの映画だった記憶なんですけどなんか全体的にまあ映像もなんかねその当時今見てもどうなのかな綺麗っと思うのかな綺麗と思ったしなんか余韻が残ってああんか悲しいような何とも言えない気持ちの映画だったんですよね。そういうい昔見たやつを 久しぶりにまた見てさっきのこう子供の話じゃないけどこうあ,のあの時どうだったかなとかっていう風な気持ちになるのもなんか楽しいなって思い,思いますねなんかまあ歌とかもそうだけど映画とかもそうだけどその見てた当時の自分を思い出すというか。 歌もね歌もその歌を聴いてた頃の自分を思い出すというかなんかだから自分の歴史,歴史なんて言うんですかね自分のこう自分の時代を思い出しますよねそういうの聞いてるとね見たりするとねそれでこうなんかああよかったなとかダメだったなとかダメだったなとかね 頑張ったなとかなんかいろいろこうちょっと4月ってなんか特別な感情が出ますよねこう年明けの1月とかそういう時とはまた違った感情というかねでも明るい気持ちにもなるし寂しい気持ちにもなるし いいろんな感情がこう思い出されるっていうか今,今なかなかこう特に僕とか店主とかはそれぞれ一人で仕事してるのでこう何て言うんですかね職,職場っていうその何て言うの職場の仲間っていうかそういうのってないんですよね。だかららなおさらこう なおさらそういうことを思い出したりするのかなか感情的な。ョンは分かんないですけどねョンで聞いたことないけどなんか僕はもう本当に一人で仕事一人でというかこう複数人の人と仕事をねチームでやってる感じではないので本当にそういう気持ちになるんだよな。 皆さんはね、勤められたりとかねお仕事職場の同僚とかがいるとねやっぱり出会いと別れはもう本当にリアルにというか直接感じる瞬間があると思うんですけど僕とかはまだそういうのがないのでだから子供を通して物悲しくなったりとかねあこれはまだやっぱこうなるなちょっと今一辺塗りました今日一日で一変塗ったよ。 <laughs> 一日でね一辺ないましたけどやっぱこうやっぱグッてなりますねこれをまたじゃあやるかっていうとまたちょっと今日長くなっちゃうからちょっとやる長くなるね明日,明日するか最初ちょっとねちょっと気持ちが悪いからそれをしながら明日なんかこう もしコメントいただけるならコメントの紹介しようかななんかここをちょっとねちょっとこだわりたいんだよな今回こだわりたいというかこう前回そうだったんでちょっとうんねよしじゃあ今日はここまでここまでします 人変縫えるんだね喋りながらねコメントもしョうかまあ長いけどね35分だけどね <laughs> 縫えるんだねってねずっとやってれば縫えますよね,ねよいしょ皆さんどうですかねさし子み木さん進んでますかもう中身入ってる人いますよね確実にまたちょっと 教ええてもらえると嬉しいですね僕はここ一辺で一日でいけるから明日明日まちょっとこの辺ちょっと調整してで明日も一辺縫えれたら塗って月曜日休みが終わるとうしいなっていう感じですねちょっと綺麗にあちょっと裏見てみようかあ,あうんあうんあうんなんかここ長いね 長くなったねなんでだっけこっちそうでもないんだけどねここ長いねなんか気持ちが出てる気がするなちょっとこう気持ちがさしくに反映されてる気がするはいじゃあ今日はここまでとなりますはいじゃあご視聴ありがとうございました